伊予鉄道群中線。群中線は、愛媛県松山市の松山市駅から、愛媛県伊予市の群中港駅までを結ぶ、伊予鉄道の鉄道路線である。松山市中心部から、南方向へと伸び、そのベッドタウンである正木町や伊予市との輸送を担う。近年は、沿線の成長に合わせて、利用客数が増加傾向にある。 松山市駅を発車した列車南西に進路を取り、間もなく交差する国道56号、今治街道を過ぎると、土橋駅に到着する。土橋にはかつて中央路修理市場が置かれていたが、移転をして久しい今日ではその活気を想起することは難しい。土橋を過ぎると進行方向右手に、愛媛県道十八号、途中から愛媛県道二十六号となると並走を、 しながら、住宅街の中を進む。JR 予算線、松山南環状線との立体交差を過ぎると、土井電駅である。続くあまりと駅は、古くは、旧与度村の中心であり、今でも松山市南西部の中心的な地域にある、ことから、駅西部とを結ぶ、電車連絡バスが発着している。あまりとを過ぎても列車相変わらず住宅街の中を、走るが、 次の蒲田駅を過ぎて渡る重信川を越えると、市街化調整区域へと入り一転して電園が広がる。なお、重信川は松山市と正木町の境界ともなっている。岡田駅、古泉駅と列車はしばらく電園の中を走るが、小泉駅には大型商業施設、エミフル正木が2008年に隣接して開業しており、利用客が増加した。車窓に、 再び住宅が目立つようになると、正木町の中心駅である、正木駅に到着する。松前は、漁業で栄えている町であり、昔は道路線の列車内でも、松山まで魚介類を売りに行く当地の行商人の姿が読み受けられた。また、鉄道商家でも歌われているように、技能精神を今時に伝える作兵衛の墓が近く、駅付近には、技能通りも走る。 次の地蔵町駅を過ぎると、伊予市に入り、新川駅に到着する。付近には、古くから開けた新川海水浴場があるが、群中港駅近くに五色め海浜公園が開園して、以降はシーズン時でも、閑散としている。駅を出て、すぐの新川を渡ると、商店街や大型商業施設などが見られる、伊予市の中心街に入り、 群中駅と続く終点の群中港駅へと至る。駅名となった群中港は目と鼻の先にあるが、現在定期旅客航路は設けられていない。なお、予算線の伊予市駅が道を挟んで近接しており、乗り換えが可能である。普通列車のみで、日中は15分間隔の運行によって、フリークエントサービスを提供している。すべて船内折り返しで、 高浜線、横河原の線との直通運転はない。松山市駅から終点群中港駅までの所要時間は24分。ワンマム運転は行っていない。平日ダイヤ町の始発から午前9時前後までは、末端部の正木、群中港間が約20分間隔の運行となっており、日中の運行本数より少なくなっている。なお、松山市まさ間には、 松山始発正木折り返し列車が土曜日を除く、平日のみ2本運行される。この列車は、臨時列車扱いであるが事実上、定期列車として運転されており、駅掲出分をはじめ、各種時刻表にも記載されている。20時台後半から22時30分の終電までは30分間隔で運転される。必要編成数は平日朝ダイヤにおいては5本。 日中においては4本である。編成量数は平日及び土曜日の朝は全列車が3両、編成であり、その他の曜日及び時間帯では3000系、使用列車のみ3両編成、それ以外は2両編成となる。また、松山祭り、後日の水戸浜花火大会開催時や、台風などの異常気象時は、終日3両編成となる。 湖泉駅の正面に完成したエミフルマサキオープン時も、およそ2週間にわたり、終日3両編成で、運用された。さらに、土曜夜1開催日は、松山市駅21時発列車から終電まで3両編成で、運行される松山市駅到着後、2両編成は留置線に入り、増結を済ませた3両編成と入れ替える。分の車両は、運転台付きの電動車で、 単体自走で車庫と松山市駅間を改装されるため、朝のラッシュ時間終了後、一両で改装される動車を見ることができる。なお、毎年8月第1、または第2日曜日に行われる、松山港祭、り、水戸浜花火大会開催時は、松山市駅23時30分発まで終電が延長される。基本的に終日三両編成となるが、一部二両編成と、 なる、二両編成運行分の一部を610、軽電車で運用。また、伊予市で行われる、伊予彩り、祭り花火大会開催時には、上下合わせて8本の電車が増発される。610軽電車は、以前は非祝日ダイヤで運用されていたが、前日の松山港祭り、水戸浜花火大会開催時を除いて2006年9月以降の運用実績がない。 松山から群中方面への延伸は、伊予鉄道が計画していたが実現できず、宮内寺三郎ら地元の有志24名で、設立された南予鉄道によって1896年、明治29年に開業した。車両及び線路などの設備は、伊予鉄道と共通規格であった。八幡浜方面への延伸構想があったが、資金難から群中駅までの開業にとどまった。 その後、伊予鉄道に合併される。国鉄山予線、現在の予算線が1930年、昭和5年に南郡中駅、現在の伊予市駅まで延伸されると対抗して、群中線も群中港駅まで延伸した。高浜線と共に、伊予鉄道の経営を支えてきた主力路線だが、期間が1067 m m へと改めきされるのは、他路線と比べて、 数年、遅かった。これは、昭線、国鉄山予選が、松山まで開通するのに対抗するため、高浜線の電化、複線化及び、762mm から 1067mm への改め機が決定されたことに起因する。旅客輸送のみならず貨物輸送も行われていた当時、貨物列車の相互乗り入れの観点から、他路線の期間の広む地区工事が問題となった。 横川原の線、森松線の両線は、積載する貨物の性質上、高浜線と相互に乗り入れる必要が高かったため、改めきすることが決定されたが、群中線と高浜線における貨車の相互乗り入れの必要性は低い、群中港があるため、高浜港経由の貨物需要が低かったと判断されたことから、群中線のみ 762mm のままとされたのである。結局、 軍中線のみ、線路の幅が違うと、貨車の移動や融通に問題があると判断され、数年後の1937年、昭和12年には、他路線と共通の 1067mm へと、改めきされ、再び貨物列車の相互乗り入れが可能となる。第二次世界大戦が終結すると、非電化線を多く抱えていた与鉄道にとって、戦後の石炭不足が、 大きな問題となった。そこで打開策として高浜線同様の大きな需要があり、将来が有望視される群中線をスピードアップという総力増強も兼ねて電化することにより燃料不足を乗り切ることとなった。1950年昭和25年に電化が完了、新たに走り出した電車、ボギー車は沿線住民に親しまれ乗客には 料金が高くても早くて便利であると好評だったという。電化と同時に、蒸気機関車であるボッチャン列車が、群中線からは引退した。全駅が愛媛県に所在する。かつて、昭和30年代前半は、貨物取り扱いもあり、あまり戸駅、正木駅、群中駅等の主要駅の2番線もしくは3番線には、貨物ヤードがあった。 2006年現在、軌道撤去されたものが大半であり、あまりと駅では花園に、群中駅では駐輪場や直営マンション用地等に転用されている。また、正木駅構内の撤去されなかった軌道には、ごく稀に、保線車両を退避させている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。